はい、将棋の実況動画やっていきたいと思います。ちょっと久しぶりなので、まあ頑張っていきたいと思います。まあ将棋自体はやっているので、まあ、そこら辺は大丈夫かなと思うんですけど、そうですね、頑張っていきます。10分でいきます。まあちょっとこの画面、通信中が結構、時間かかっちゃうんですよね。まあね、ちょっと最近角換わりかなり研究しているので、角換わり系になればいいかなというところが本音ですけど、まあどうでしょうか。お願いします。9位者か。対局開始。やだな。11勝1敗って書いてありましたもんね。ちょっと怖いな。でまあここら辺でね、ちょっと傷をね、つけておきたいところですね。角換わりですか。まあここで金上がるかな。さすがにつくか。よし、これで角換わりだ。まあこれが、現在研究している形ですね。まあここで銀上がっておいて、まあ金上がりは保留していくというところで、まあ序盤は速攻仕掛ける局面を作りつつ、これは結構成立しそうな感じがするんだけど、まあつくかな、さすがに。うん。ついて、この桂跳ねで、もし玉が上がらなければ勝ちですね。あー、金上がりか。どうだろう。そうか。これ成立しにくいな。マウスが消えていくんだけど。桂跳ね、銀上がり、歩突き、同歩、同飛で、打って、回って、玉上がって、角打ち。成立しそうな気がする。おい。これ、少なくとも、棒銀が遅いので、まあ、最後の6三銀から玉をこっちに逃げるっていう構想もありますし、引く系か。角合わせ。引くやつか。角。いや、一旦ここ切りたいな。でもなんかここ疲れちゃうと結構負けになっちゃうんで。ここら辺は気をつけないといけないですね。まあ、振って回って、その瞬間が、桂跳ねの場合は、こう桂跳ねなければいいので、でもこれ、歩ついたら同飛で取れちゃう格好なんで、これは結構、飛車が追いづらい格好になったんで、まあ、ここら辺、角打ちとかも成立していく筋があるんで、そこら辺をね、いろいろ見ていかないといけないですね。いきなり、角打っちゃうっていう手もありそうかな。一旦玉形固めるのも全然ありですね。角打ちとかの隙もできそう。ここに角打つのが感覚としてあるけど、角合わせは勝ちじゃないけど優勢で、ここに角打たれるのが嫌だ。桂成りとこっちの方がいい気がするけど、いやこっちか。基本的に早えな、これは。これ飛車切る展開になっていくと思うんですけどね。どうでしょう。結構駒がいいからな。これでも成立してそうな気がするんですよね。多分。これ取って。で、同歩かな。まあ、同銀の方がいいような気もするけど、同歩だったら金とか絡んでいけそうなんですよね。うん。7分。いや、角打つ手もあるんですよね、ここ。こういうスペースから打ってって、まあ、金とか打って、まあ、角成りを成立させちゃおうというね、展開にするか。あ、これはね、あれなんですよ。金寄って、
歩打つとほぼ完璧に止められるというね、最強の角換わりの手筋があるんですよね。まあ、単純にこれ受けなくても、まあ、最悪大丈夫なので、まあ、この瞬間は受ける必要がないのかもしれないですね。読み切られているのかな。桂とか打っていく。ちょっとこれでね、さばけなかったらちょっと負けに近くなりそう。で、同玉に金打っていくのかな。ここ狭いんですよね。まあ、銀がちょうどいいとこにいるんで、玉が逃げ道がないというところで。まあ、取ると角成りで結構、こっちの方が早くなりそうなんで、逃げるのかな、こっちとか。で、金に同飛成り。そしたら、ま、角成り。なので、まあ、それでも結構、こちらが良さそうですね。まあ、ただ、駒が入ると、結構、ここは早いんですよね、手が。まあ、端歩ついてないんで、端歩省略してスピード重視でいってるので、まあ、ここはちょっと怖いところではありますね。そうきたか。単純に、あれかな、銀とか打つ手は金で、ダメかな。銀とか打っていく。腹銀。腹銀。ああ、そういう、そっか、そういうキャラか。いや、うまいですね。やばい。いや、強いな。これ、ならないと、金打たれちゃうから。これが厄介ですね。あ、ミスった。やべ。いや、ちょっと駒足りなくなりましたね、完全に。今のはミスったな。ちょっとやりすぎだったんかな。今日。5分。うわ、うまい。今日だったらな、銀から入れたのにな。いえ、こういうのはなんか種駒を残していくのがあれですかね。つらい。1枚足りないんだよな。いや、1枚どころじゃないけど、つらい。まあ、一応拠点あるんで、ここにちょっと一旦逃げようかなと思っているんですけど、さすがにきついな。これ竜入った時に上がって金で詰むんですよね。うー、つえーな。謎の救急車強い。ちょっと受けが効かない格好になっちゃったな。金寄ってくっていう筋もあったんで、ちょっと難しかったですね。ちょっとね、なんか久しぶりだから華々しく決めようとしすぎたな。多分序盤からちょっとおかしかったような気もしますけどね。まあ、これ単純に桂とか打って詰みですよね。桂打って上がって竜で、それ受けないから、歩上がる。でも角打ち。とかで、でも上がっていって、ここで詰む、桂からですね。詰みますよね、これ。まあ、こっちからでも詰むね。厳しい。すごい手が
飛んできた。なるほど、これ取って金で詰まそうっていうやつですね。はあ、なるほど。いやー、ありがとうございました。つらい。序盤かな。解析あるかな。あった、よかった。いや、ちょっとあそこ見ていきましょうか。まずこの桂跳ね成立してるのだろうか。玉上がりだったら跳ねない。金上がり。でもこの形はこちらが指しやすいような気がしたんで、でも角打たない手があったのかな。願いを叶えてやろう。そうですよね。ああ、なるほどね。これはおかげです。そっかそっか。でも、こちらがいいのはあれだった。巻き跳ねられないんで、そこで一旦玉を囲う手でしたか。そうですね。やっぱこの局面はやはりこちらが優勢なんで、巻きが跳ねられるというところですかね。そうか。やっぱここら辺は、この歩合わせですね。歩合わせはよく角換わりで生じる手筋みたいなもんですね。飛車をこの筋に戻そうというところで。まあ、どっかで2四歩は打ちたいなと思ったんですけど、その桂跳ね、飛車が回った時に桂簡単に跳ねられて同歩で隙ができちゃうんですよね、桂打ちの。だから、やっぱ囲わなきゃいけなかったんですね、ここは。だからその、桂跳ねの隙ができちゃうんで、こう早仕掛けるのをためらったんですけど、もうちょい早くやはりここら辺は囲っていって、まあこちらがまあ393は多分角換わりにおいては自分的には指しやすい数字だと思っているので、うん、こういう展開を目指すべきでしたかね。いやー、角換わりになりたいって言って角換わりになって負けるというのはちょっと辛いとこ。そうですね。いやー、もう綺麗なね、ちょっと勝ち方をしたかったんですけど、まあ、また負けるというね、ちょっと辛いな。最強の9位者にドローをつかせたかったんですけど、負けちゃいましたね。あー、そっか。でまあこういう数字になるのは、やはり研究の賜物だと思うんで、まあ、ちょっとその辺はちょっと良かったと思うんですけどね。ちょ、角打ちが1五角は結構生じる手なんで、いけると思っちゃいましたね。まあちょっと、あとはこれちょっと無理筋だったような感じでしょうか。でもちょ、銀引きが見えてなかったんで。そうですね、この7四銀が好手でしたね。受けながらこの玉の道を開くという、うん、ちょっと辛かったな。あと、この入り方良くなかった。この、5二馬でしたね。ちょっとこれ見落としちゃった。ということで、今回は終わりにします。ご視聴ありがとうございました。まあね、チャンネル登録しての下の部分に、まあ、チャンネル登録できる部分があるので、まあ、よかったらチャンネル登録してください。また注目の動画、まあ、今期注目の動画というものがありますので、まあ、よかったらね、ぜひご視聴ください。